肉と何か味変しようと思ってネットで味変って調べたけど全く味変のものが出てこなくて、えっと思って、何か納豆入れようかなって思ったんだけど、いやちょっと怖いなって思って、にんにくとんこつ、いつもこれのトマトには納豆入れて食べてるんだけど、ちょっと怖いなと思って、醤油入れてみた。にんにくとん、にんにくとんこつ醤油にしてみた。ちょっとばかしにんにくとんこつ醤油にしてみました。いただきます。美味しいです。美味しいです。醤油入れたことで味が濃くなりました。なんかデジャブな奇跡だ、奇跡？景色だ。私の推しラーメンがこちらなので、もういっぱい食べてアピールしたいと思います。味変しました。これ醤油を入れてみた。なんと今日はね、もうすぐ18日がライブなんですけど、ポスターに100何枚かサイン書きしてきました。うん、あのポスター何に使われるのか分かんないんですけど、うん、あのですね、なんと今ライブのチケット、配信しかないんですけど、ライブは配信チケット応募受付中なので、ぜひ、ラーメンは買ってないよ、ラーメンちょっと苦手だけどライブは見たいって方はぜひよろしくお願いします。うん、言っていいやつ、ポスターだって。そうなの？ダメなの？言っちゃった。やばい、言ってしもうた。おいしい。目に詰まってしまった。嘘。今日はお腹空きすぎて撮影だったんですけど、お弁当2つも食べた。上に今これ食べてます。これね、ぜひ美味しいので食べてみてください。ニンニク食べると
元気も出ますしね。昨日の撮影のお弁当はオーベルジーヌだったみたい。羨ましい。オーベルジーヌ食べたかったけど今日はオーベルジーヌじゃなかったので、おいしい。今夜はカレーに決めました。え？これにしてよ。こちらで。美味しいです。ラーメン味の解説やろう。なんか醤油入れたんですよ今回。前回も見てない方もいっぱいいるかと思うけど、このラーメンに食べた感想はこのパッケージのインパクトが強くてなんかすごそうって思われがちだけど、結構本当に食べやすくて、そうだから醤油入れてみた。そのままでも美味しいんだけど、豚骨ラーメンに醤油は初耳だって。でも豚骨醤油ってあるじゃん。それを意識しました。美味しい。この間の配信見て初めて食べたけど美味しかった。やった。イエイイエイ。Amazon でお代理のパッケージ見た。買った？ぜひゲットしてください。週何回ラーメン食べてるんだって。一昨日もラーメン食べましたね。でもそれは本当ラーメン屋さんのラーメンで、今日はカップラーメン。本当は納豆入れようと思ってたんですよ、これに。18日に麺ない、そうです。でね、本当はごま油入れたかったんですけど、ごま油は家に探してもなくて、どこに置いてあるのか分かんなくてやめました。
ごま油ね、どこにあったんだろう。ラーメンに納豆ってうまいのか。だってめっちゃ美味しい。もう一杯行こうって来てる。でももう食べ終わる。全然もう一杯いける。じゃん。完食やん。完食やん。あの、私はめっちゃ早いんです、食べるの。あの、早いの。噛まないんです、あの、飲み込むの。もう一杯いける。はーってやってみて。え、ひどい。臭いって言われた。熱っ、マジで熱っ。熱もう一杯いける、全然。ちょっとお腹が大変そうになりそうだけど、めっちゃ美味しかった。美味しかった、美味しかった、美味しかった、イエス、ディアンディアンディアン、美味しかった、美味しかった、イエス。暑い、にゃー。よしよし、いい子だね。熱っ、マジで。やばい、もう一杯行こうかな。熱いな。何杯食べれるか勝負しようかな、誰と。カップ麺2個分いこう。だってもう一杯全然いける。チーズ入れてみて。でもなんかね、四角いチーズしかなかった、とろけるやつ。納豆入れてみようかな。カップラーメン、納豆、納豆。だってこれ何グラム？麺書いてない。どこで覚えたの、納豆だって。自分で編み出した。でもお母さんにびっくりされちゃう。ちょっとどうしよう。別にお腹いっぱいではないんだよね。
チリトマトに納豆入れてみたけど美味しかったです。美味しいでしょ。美味しいんだよ、めっちゃ。美味しかった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  Yes 美味しかった。うまさ広がる刻みニンニクパワーって書いてある。もう食べた。始まって10分ぐらいで食べた。醤油入れてみた。え、食べよっかな納豆。やばいかな、ね、一食さ、一食800カロリーってやばいのかな。今日弁当2個も食べちゃったから、ね、1個にしとけばよかった。普通だけど、だってそうなの。1日1600ぐらいじゃないの。やばくない。 800×3 食があれなのかな。じゃあもう一個行ってくる。やっぱりミュートにできない。待って、ミュートにできない。ミュート、ミュートにできない。声聞こえてる。うん、だってミュートにできてないもん。
聞こえましたって、はい、ミュート解除しました。部屋めっちゃ臭そう。なんかいろんな入り混じった、でも美味しそう。私の着る服がこれから納豆臭くなったらこの配信のせいだ。はい、皆さん2杯目持ってきました。もう3分経ったかな。アイドルが納豆をかき始めてるの初めて見たくて、まぜまぜで、さっきは醤油入れて食べて味変したんですけど、めっちゃ美味しくて、で2杯目、もう3分経ったかな、経ってそう。でもさっき5分ぐらい経ったんですよ。ニンニクオイル入れなくていいかな、どう思う？ニンニク豚骨の良さが確かに。もう3分経ってそう。はい、入れます。はい、はい、入れました。はい、すごい。で、納豆を入れます。待って、蓋取る。すげーってきた。そう、お腹はね、壊れたらもうやばいけどしょうがない。じゃん、見える。はい、混ぜ混ぜ。はい、混ぜ混ぜ。うん、ふうふう。匂いはだって、うん、あ、いい、ナイス、まあいいよ、いい感じ。明日サウナにでも行った方がいいな、これはね。塩分取りすぎだって。それな、一回体の中の全てを蒸発させた方がいい。ではこれ、こちら納豆入りのラーメンいただきたいと思います。まずスープから。うん、まろやかになりました。とてもまろやか。確かに納豆にも醤油かけるからさ、さっきのあんまり変わんないかも。
ただきます。もう予想以上に味が濃いすごい濃い、めっちゃ急に、ね、あのね、ジュルジュルってさ、さっきまでめっちゃ吸えてたけど吸えなくなった。うん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 、それなの。うん、めっちゃ美味しい。何の風味が濃くなりました？だってなんかスープがめっちゃ濃くなった、うん、でもこれがこってりとまではいかないけどすごいまろやかで、スープがなんか重くなった、ドロドロが、うん、いい感じになりました。めっちゃ美味しい。でもやっぱ何でも合うんだな、納豆って。いい、なんか味がさらに濃くなった。うんふんふんふん、味はめっちゃ濃い、マジで、うん、今まで食べたラーメンの中でも一番味濃いかも、うん、うん、うん、でも美味しい。皆さん好きそうな味ですよ、勝手なイメージ。うんうんうん、美味しい、これめっちゃ美味しい。私の推し麺なんで。一度試してみてください。納豆ってしかもなんかダイエットとかさしてるときにさ、結構みんな食べてるからダイエット食かもこれ。うん、うん、美味しいです。ただね、喉がすごく渇きますね。めっちゃ美味しい。納豆さん、カップ麺2杯いくのやばすぎる。だってえ、マジ、うん、明日顔パンパンかも、こんぐらいかも、うん、おいしい。うん。
ご飯も食べたくなる、これ。納豆はデトックス効果ある。お、じゃあカップラーメンで得た塩分を納豆でデトックス。一石二鳥、プライムハイゼロ。おいぴおいしいな、これ。みんなTikTok AKB のアカウントに私のダンシングが更新されたので、ぜひ見てください。何回も見た、ありがとう。ぜひ見てください。締めのポーズ笑ってしまった、だって、可愛いと思ってやったんですけど。イエイ。ちょっとお腹いっぱいになってきた。そうかと思ったらって、いやいやいや、表には出してない。ペースが遅くなった、だって、ちょっと1回目早すぎた。ん？でももう麺ないよ、言うて、もうあとスープだけ。うん、納豆があるからね、重いんだよね、さっきより。うん、
とスープと納豆だけです。で納豆もあんま、うん、塩分取りすぎるからスープ飲んじゃダメだって。なんで？心臓痛くなるかな。でも今日お弁当2個食べた後心臓がめっちゃ痛くなった。ここが、おいしい。うん、やばい、もうむくんできた気がする顔。今日は絶対に湯船に浸かる。うん、もう エリちゃん基本的に1日何食だって。いや3でしょ。うありがとうございます皆さん。はい、2杯連続完食いたしました。どっちも中なんもない。おいぴかった、うん、美味しかった。みんなもぜひこのニンニク豚骨食べてみてね。はあ、はあ、
屋の換気忘れずにね。はい、ぜひみんなもなんかいっぱい買って味変したいなって思ったら、醤油とか入れたり納豆とか入れたりおすすめします。困ってることがあったら言ってね。だって分かった、いい匂いする。ありがとう。みんなもぜひツイッターとかでお代理カップヌードル美味しそうってぜひ言ってみてください。では待って、ドン引き配信だった。だってねえ、ありがとう見てくれて。こっからドン引きをね、マイナスをプラスにできたらいいなと思いますし、18日にはね、メンナインっていうカップヌードルさんの7人のメンバーがAKB のメンバーがライブ配信するので、ぜひ皆さんライブ見てね。チケット応募受付中です。そして私の推しメンもよろしくお願いします。うん、はい、ということで、じゃあ本日の配信はこれで終わりにしたいと思います。皆さん見てくれてありがとう。では最後におランキング読みたいと思います。いきます。13位幻、12位ファデル、11位ヒロノリ、10位シンゴ、9位ユリエ、8位ナカケン、7位ムラッペ、6位ワタアメ、5位ミヤちゃん、4位テイテイ、3位マーアットオダシ、2位 KLOO、 1位エイちゃん、ありがとう。ということでまたね、バイバイ。